またじゃあ山田学とって言います。はい、そしたら僕牟田正浩の、いや逆ですよね、牟田さんからですよね。山田さんからでいいと思いますよ。本当ですか。はい、牟田さん、牟田正浩と山田学でいきましょうよ。本当ですか。ああ、山田さんですよ。だって最初がそうじゃないですか。何も得てね。こっから始もういいですよね。こっから始まっちゃいましょう。山田さんじゃないですか、やっぱり。じゃんけん勝負じゃん、これ。じゃんけん。勝った方が勝ったから。はい、じゃんけんぽ。じゃあ、牟田さん。じゃんけんから始まりましたけども、この YouTube。じゃあ、一応題名。題名。考えたじゃないですか。はい。じゃあ、牟田正浩と山田学の俺たちの話を聞くな。聞くなですからね。はい、すごい YouTube ですね。すごい YouTube ですね。聞いちゃいけねえんだっていう、はい、とうとう始まってしまいましたけど。今日第1回目ですね。第1回目です。ですね。これ何の YouTube にしますか。これ飲み屋でね、始まっただけですけど。そうですね。何の YouTube にしましょうか。皆さんね、いろんな悩みがあるんだけど、誰に打ち明けていいんだっていうのがやっぱあると思うんですよ。確かに。世の中。意外に近い人に言いにくいですもんね。そうです。でここだけの話がね、 SNS 使っちゃって世界に広まっちゃうこともありますから。確かに。でそれを、うん、私たちが解決してやろうと。代わりにね。代わりに。はいはい。だってどこの誰だか分かんないですからね。そうなんですよ。はいはいはい、匿名でね、こういう悩みがあるんですけど、はい、この時はお二人はどうされますかみたいな。はい。ちょっとラジオ版みたいな感じですね。なるほど。ラジオ版の YouTube みたいな。はい、おはがきもらって。おはがきもらって。おはがきかメールか。メールですね、それ。はい。いただいてそれに答えていこうじゃないかっていう番組、番組にしますか。しましょう。今決まりました。今決まりました。じゃあそういう番組ってことで、はい、でも俺たちの話を聞くな。聞くな。あ、答えるけど聞くな。そうです。聞いちゃいけないんです。いいですね。で今日でもないじゃないですか。何もないです。相談がね。はい。なんで、あ、今お腹鳴りました僕の。ですね。ないじゃないですか。ないです。どうしましょうか今日。今日じゃあそれぞれこの人たちは何をやってたんだっていうのが多分視聴者の方あると思うので、はい、今までの経歴を簡単に言いましょうか。そうですよね。長くなっちゃったらもうまた次回に分けていきますね。次回、はい、やっぱ山田さんの話じゃないですか、ね、からいきますか、はい、山田学と言います、うん、今テレビとかでやってる総合格闘技を、はいはい、最初に作ったメンバーの一人ですね。あ、もう三十数年前の話なんですけども。ってことはそれ前は総合格闘技はなかった。なかったです。この世には公式戦っていう、まあ喧嘩みたいのはブラジルとかでありましたけど、はい、時間無制限とか。今の地球レベルの話ですか。地球レベルです。なかったんです。へえ。これもともと考えたのが、はい、ハリウッドスターのブルース・リーさん、はい、モヨドラゴン、モヨドラゴンが考案したんです。こういう風な格闘技があったらいいんじゃないかっていうのを、まあ考えをもとにこう自分でこう格闘技を寝技でつけてみたり、空手からのパンチからキックからつけてみたんですけど、はいはい、それを具体的にスポーツとして公式戦として作ったのが、はい、まあ、僕の師匠なんですけど、初代タイガーマスクの佐山聡さんが、はい、じゃあ公式戦で使えるようにルールを作って、うん、はい、でやってみようじゃないかっていうのがもう三十数年前の話ですね。逆に言うと三十数年しか歴史はないんですね。ないんです。それまでは寝技だけか、はい、キックだけ、キックだけパンチだけとか、ってことだったんですか。そうですね。総合が初めて作った。初めて作って、はい、そういう世界でしたね。なんか会う日作ってみようと思ったんです。ずっと新日本プロレスの頃から、はい、佐山先生ずっとそういうことを考えてて。そうか、新日本にいたんですもんね。いたんです。もともとプロレスラーですから、はい、でそこでキックボクシングのジムに行ってパンチ習ったりキック習いに行ったりして、はい、で佐山さんの師匠であるカール・ゴッチさんから寝技を習ったり、はい、佐山さんが、佐山さんが、はいはいはい、でブラジルから来る選手からこう足首の関節技習ってみたりして、はい、で自分で考えていったらしいんですね。その頃から佐山ノートってあるんですけど、はい、いろんなこう技とか考え方とかずっとメモしてあるなんかノートがあるっていう聞いたことありますね。タイガーマスク時代に、はい、へだタイガーマスクはやりたくなかったって言ってました本当は。そうなんですか、はい、あれ無理やり
1試合だけだったんですよ、あれ。あ、本当は本当は1試合で終わるはずが、はい、あんなに受けると思わなかったって言って。あ、衝撃でしたからね。すごかったですね。僕あの時小学校5、6年でしたね。ってことは僕も5、6年ですね。そうです。あの1歳違いなんで。僕来月誕生日ですよ。え、今月、来月、今月、今月4月12日。あ、じゃあ僕来月ですよ。本当ですね、52歳。52歳、53歳。だから5、6年です。5、6年ですね。えー、ちょうどいいですね。ちょうどいいです。こう人生の折り返して、もう一回折り返していくって。本当ですね、はい。え、ちょっとその話だと、ちょっと話変えないんですけど、はい、当時の思い出話を言うと、はい、僕あの蒲郡っていうところに住んでたんですよ、はい、愛知県の、はい、当時で、そこにあれ知ってます、アントンリブって知ってます？あれ聞いたことありますね。アントンリブって、はい、あの当時あったチェーンのレストランなんです。あ、レストランですよね。聞いたことあります。アントニオ猪木 が、はい、が作ったみたいな。ああ、そうなんですね。感じので、でまあ、フランチャイズで、もともと蒲郡にあった、はい、あのレストランがある日アントンリブに変わったんですよ。で、まあ、メインのアントンリブっていうこうリブを出せば、はい、他のメニューはもう何でもいいみたいな、あのルールだったらしく、で、まあ、ルールですね。僕そこであのウェーターのバイトしてたんですよ。あ、そうなんですか。はい、あのだから当時はもう高校生か、ウェーターのバイトしたんで、高校生でバイトしてて、でそうするとプロレスのチケットをちょっとね、いろんな方がね、あの買ってくれよってお店にやってくるんですよ。はい、こんな話していいかな。とある方が来るんですよ、はいはい、これまだ大丈夫ですよね、この話。あの工業主の人ですよね。工業主の人が来るんですよ、はいはい、そうすると店長が、うん、ああ、分かった分かったみたいな感じで、あの新日のね、はい、チケット買うじゃないですか、うん、そうすると試合が近づいてきて、蒲郡はまあ田舎なもんだから、はい、ちょっと余っちゃうんですよ。でそうすると余って、それがまあそのアントンリブだけじゃなく、あちこちでチケットが余って、うんうん、で余るとその大人たちが、はい、まあ、小学生、中学生、高校生、近所のやつ子にあげちゃうんですよ。あ、僕なんかもそこでバイトしてたんで、もらってて、だからあの新日が来るたびに見に行ってた。でそうやって客が来るもんだから、蒲郡ってあんな田舎なのに、はい、新日が結構な頻度で来てて。あ、そうなんですね。しかもあの金曜日のワールドプロレスの、はい、夜8時、うん、生放送の時、はい、がで普通あの、ね、名古屋とか横浜とか大阪とかですよ、なのに蒲郡結構金曜日生放送来て、そうなんだ、こうなんかポテチ食いながらこう見てたら、あのテレビ映ってたりとか、あとストロングマシーンのあのなんだっけ、あのマネージャー、悪徳マネージャーいたじゃないですか、はいはい、若松さん、はいはい、タオルで客殴る、はい、僕ちゃ殴られましたよ、もうすごい嬉しかったですもん、あの追いかけ回されてる人好きですよね、みんな。みんなわざと言って、ね、わざと言って、だからあのそういう意味ではあのタイガーだから、その時はもう佐山聡さんいないってことですかね。いない、テレビで見てたのと実際見たのが、そうですね、きっとその頃多分いないと思います。もう若松さんの頃はそうですよね、いないと思います。もう何代目タイガーマスク変わってた、変わってますね。でも8時の、8時から生放送の前のテレビ映んない時間に高田さんが出てます。ああ、そうなんですね、はい、ぐらいの時代いいですかね。タイガーマスクも結局2年弱ぐらいですかね、2年半か活動期間が。あ、そうなんですか。そうなんですよ、短いんですよね。あ、そうなんですね、はい、その後何代ぐらいも行ってるんですもんね。今4代目ですね。あ、僕の後輩なんですけど。あ、そうなんですか、はい、それ誰か言っていいんですか。ダメです、ダメですね、ダメ、あの絶対言わないでくれって、先輩言わないでくれって、はい、そこの通路で言われましたから。そこの通路で、あの大塚で僕昼飯食って帰ろうとしたらいたんですよ、本人が、はい、大塚で、はい、もうタイガーマスクの誰って言ったら、うん、バーって走ってきて、うん、絶対言わないでくれって絶対言わないでくれ。まあちょっと話がだいぶそれましたけど、はい、僕あのプロレスだからものすごい見に行ってた。あ、そうなんですね。まあ街に来てくれてっていう、はいはい、で、なんでまあまあ見てましたっていうので戻します。はい、あ、そうなんですね、はい、でもプロレスないですもんね、はい、そっから、うん、そっから格闘技をやり始めて、で抜けたってことですか、佐山さんは。そうです、佐山さんは一人で抜けて、はい、でその後、まあ真剣勝負風にやっていく UWF っていうのを前田明さんが作って、今だいぶなんかあれですよね、真剣勝負風にやって風です、
真剣勝負ではないんです。真剣勝負風なんです、それを作っていってやがては真剣勝負に持っていこうって言うんですけど、はい、やっぱり中にいた選手たちが、あの真剣勝負ばっかりやってたら月に1回の興行も打てないし生活もできないっていうんでやっぱりこう分かれていったらしいんですね。なるほど。で一人だけ佐山悟さんがその真剣勝負だけを求めてって、まあ、現在に至るわけなんですけど、一人になっちゃったんですか。一人です。あとはみんなあの UWF からいろんな違うあの名前にしてってみんな、山田さんはその時はどこにいたんですか。僕はその頃、当時栃木県で空手をやってまして、はい、僕ずっとチャンピオンだったんですよ。どこの、栃木県の栃木県の中で、の大会で、まあ、ずっと一番だったんですけど、である時にこう雑誌見てたら、その初代タイガーマスク佐山悟さんが総合格闘技を作ったっていうのが出てて、それが世田谷のジムだったんですよね、でそれも一人になってからでそれすごく惹かれて、これなんだろうと思って、で僕も思ったんですけど、空手やっててあの足バレーとかで倒されると、はい立って始めみたいなんですよ、そうじゃねえなと思って、路上で倒されたら乗っかってくるじゃないですか、だったら下から何かできたら強いなと思って、すごくそれに惹かれたんですよね、寝技もあるっていうんで、で場所も分かんないのにですよ、その次の日栃木から、電車に乗って、でその頃ジムが映ってて三軒茶屋のジムがあったんですよ、でそこのジムに行こうと思って、三軒茶屋もどこだか分かってないんですよ。そうですよね、その気持ちは分かります。僕も愛知だったんで、で、切符片手にうろうろして、でとりあえず三軒茶屋に着いたのが昼過ぎだったんですよ、で場所も分かるぞ。今みたいにインターネットなんてないですからね、スマホなんてない時代ですから、もちろん携帯電話がないですからね、ないですから、でうろうろ絶対どっかにあるなと思って、うろうろして3時間か4時間ぐらいですかね、うろうろして、とはいえ調べる術はあったんじゃないですか。あります。だからそこが僕なんですよ、調べない、頼るのは自分の勘だけです。だってライオンがシマウマ借りるときスマホ見ないじゃないですか、こうやって。確かに。どこにいるなみたいな勘です、やつら。もう聞かない、誰にも聞かず、もう風の音を聞き水の音でこう目を覚まし、わけわかんないですけどなんかあっとか佐山悟の声が聞こえないかなみたいな、なんかねえかなと思って。聞こえたんですか、そしたら。全く聞こえてない。で疲れ果てましてね、あのビルの壁のその上がり段のところ座ってジュース飲んでたんですよ、いや参ったな、これ来たはいいが全然わかんねえなと思って、でたまたまおばちゃんが通ったんですよ、夕方になってたんで、すいません、あのスーパータイガージムってどこですか。やっと聞いたんですか、ここで。ここで聞きました。あ、そのビルだよっつって、僕の上だったんですよ、たまたま、だからやっぱ勘は合ってました。本当ですね、なんか持ってんのか持ってんのかわからないけど勘は合ってましたね。合ってました、そのビルだよ、こうやって見たらあんですよ、本当だと思って、すごいですね、これどうしたんですか。それで、あと思って階段上がってって、その頃ビルの6階建てなんですよ、正確には5階建てなんですけど、6階の屋上、鉄骨組んでビニールテント張って、あの練習場にしたんです、屋上が、雨風が降らないように、三茶ですか。三軒茶です、大志堂って言うんですけど、でそこを行って、で、こんにちはって受付に顔出したら、佐山さんだったんですよ、たまたま、その日は。もうなんかそのビルの上で、もうリアルつくと一歩間みたいじゃないですか。一歩間って知ってますか。映画館の、上でね、屋上でやってたみたいな、で受付がいろんな人がいるはずだけど、はずなのにたまたま佐山さんだったんですよ、だからやっぱりなんかこう引き合わせるなんかあったんでしょうね、ちなみにブルース・リーの師匠は一歩間ですから。そうですよね、そうです、もうじゃあもう似たような話ですね。似たような話です。で、あ、佐山さんだと思って、で、あのどっから来たって言うからね、栃木県の那須ですって言って、俺あそこまでさ自転車で行ったことあるけど遠いよねっていういきなりぶっ飛んでますね、あの人も天才なんで、世田谷の自宅から那須まで自転車で行く男ですから、
いきなりレベルがまるで違いますね。もうちょっとね、本当紙一重ですよ、いろんな意味で。本当ですね、ギリギリアウトみたいな。ギリギリアウトです。そんな人の集まりです、格闘技の道場なんて。賢いやつは来ちゃダメなんです。そこだ、何人ぐらいいたんですか。いや、いましたよ、もうきっちりですもん、狭いのに。へ、3つですね。3つです。マングローブです。マングローブ、はい、本当に、ね、マングローブ、マングローブですよ。マングローブ、はい、はい、はい。根っこがこんな感じですから。はい。じゃあそんなにそこの有名だったんですね。もう有名でしたね、間では。はい、僕のあの会員番号が投資番号だったんですけど、1600何番でした、マングローブにも程がありますね。1600何番、もう屋上じゃできないじゃないですか。できないです。だからかあのそんなにいるんですか。大丈夫なんです。佐山さんが1回怒ると、うん、最低でも30人40人辞めるんで。ああ、なるほど。あの下手すりゃその辺のね、なんだろう、体罰してる人たちのグループよりも怖いです。うん、本気で殴られるんで。なるほど、うん、まあ、ガチで目指していったんですよね。そうです、そうです。生徒にもガチで殴って。ガチでやりますから。お金もらってるけどみたいな。はい、月1万円払ってるのに殴られるっていう。どうして、はい、普通1万円出したらありがとうございますみたいな感じじゃないですか、喜んでみたいな、はい、殴られますから。1000人いたらもう1000万じゃないですか。そうですよ、すごいですね。そういうことです、簡単に言えば。本当ですね、金の計算早いですね。思わず計算しちゃいました、はい、そのぐらい生徒さんいたんですよ。はい、で毎日誰かしらが教えてたらいい。誰かしらも教えてるし、教えて、誰かしらがやっぱり、でも基本的に佐山さん来るときって生徒少ないんですよ、きついから。ああ、佐山さんのとこに行ったのに、はい、もう会いたくないみたいな。会いたくないみたいな。だから僕はあえてその日に行くんです、強くなりたいから。はい、はい、はい。いや、どんなことするんですか。最初、はい、スクワット3000回ですね。壁に向かってですよ、坊さんです。3000ってちゃんと数えるんですか、3000回、はい。あのみんなで1、2、3っつって、で脱落してったやつは、はい、下の階を落とされるんです。もう来なくていいよっつって。レベル1ですよ、 A クラス、 B クラス、 C クラス。はい、はい、はい、はい。で下の落とされても、でも来てはいいんですか。来てはいいんです、階のまま。はい、ただクラスが変わると。変わる。いきなりですか、3000回って。そうです。なのじゃあそこに通うようになって3000回になるっていうよりも、もう初日でもう死ぬ覚悟で3000回できなかったら、ええ、さよなら、さよなら的な話ですか。はい、だってあのプロの集団作りたいんで、うん、あのにわかの人はいらないんですよね、佐山さんの考えで。なるほど、ええ、じゃあそのなんか、なんていうんですかね、趣味で来る人はもういらない。いらないって言ってました、本人は。はっきり、はいはいはい、トレーニングの気持ちでは来るなと、来るな、格闘家にガチでなりたい人だけ、生きるか死ぬかの世界で覚悟を決められないやつは来なくていいって言ってました。はい、怖い。間違えて、まあ、間違えて言ったら一瞬で終わりです。終わり終了です。だって100回もできないですもんね、スクワット。はい、普通。それどのぐらい、ちなみに3000回ってどのぐらいかかるんですか。ちなみに僕が毎日1500回スクワットやってから12キロランニングに行ったんで、うん、で1500回で40分だから倍だとすると1時間20分ぐらいですか。ずっとスクワットやってる。ずっと。いきなりまず。はい、ずっと。やっぱそのぐらい下半身がちゃんとしないとダメだって。そうですね、基礎体力ですね、まずは。ああ、はい、そっか、筋力もあるけど、はい、筋力もあるけど、やっぱ基礎体力ですね、うんうん。その後何やるんですか。その後はあれです、ステップワーク。こうやって立って、はい、こういうやつを、ちょっとないですけど、でもなんか伝わりました。こういうやつを1時間半、はい、90分ステップの、はい、それだけ。あ、足の皮が剥けたら終わりです。裸足なんですか。裸足です。足の皮が剥けたら終わりってよくわかんないですよね。終わりってどういうことですか。あの自分が終わる、自分が終わりできないから、ね、はい、でも、うん、やる、バカな人たちはやるんですよ。はい、山田さんもやったの。やりました。そう、足帰り靴履けないです、痛くて。皮が厚くなる。皮が厚くなってだん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 。友達の自衛隊が富士山の近くで来るって言ってる時、はい、やっぱ抜けたままブーツ履いた、そんなことを本当かよと思って、大げさに言ってるんじゃないかと思ったけど、本当なんですね。本当です。
そういう道場でしたね。でそこから次に技とか始まると。そうです、そこから技ですね、少しずつ、うん、ねえ、はい、何が一番これは佐山さんぶっ壊れてんなみたいな、どんなトレーニングなんですか。まあ、もうすでにぶっ壊れてるなと思ってますけど、どうしたらぶん殴られるんですか。できない、ちょっとでも違うと自分の考えてるその理想と佐山さんの理想、足の置き方、うん、上半身の傾き方、あ、じゃあ間違ってるってことですか。そうですね、形が、そうじゃない、そうじゃないって、うん、3回言われたら大体倒れてます3回同じこと言われたら倒れてます。倒れるんですね、はい、でそこからまた戻る、もうまた、はい、あの本当に強くなりたいやつは這い上がるで、やめるっていうか、はい、大体月30人ぐらいやめていく。もっといたんじゃないですかね。だって結局プロ間になって、うん、プロになった選手って何人ですか。分かんないな。最初7人ぐらいしかいなかったですよ。うん、あ、1000人中の。はい。ああ、そのぐらいの頭のおかしい奴らの集まりですよ。どうですか。はい。だって7人残ったってことですよね。そうです。山田さん。残ったってことですね。それ、何が違ったんですか。残る人と残んない人。覚悟じゃないですかね。死んでもいいよっていう。ね、もう気持ちですよね、だって、うん、もう体力は通り越してるわけですから、ね、はいはい、3000回超えた時点で、確かに時間、本当ですね、これ本当ですね、延長しますか。しましょう。そうですね、はい、じゃあ一瞬止めましょう、はい、一瞬止めます。でも格闘技最初の最初ですからね、はい、ですよね。あ、でちょっと今一瞬ね入れましたけど、はい、あの我々ね YouTube ど素人で編集の仕方も分かりません。なんとなくやってみるかぐらいでしたよね最初。今度 YouTube のチャンネルの作り方って YouTube 見ますか。あ、基本の基本、はい、それで学んで、さっきの、ね、くっつけないですね、はい、じゃあ無事くっついたってことで、続きです、ね、続きです。でその7人に、はい、山田さん入ったわけじゃないですか。入りました、はい。それ、もう一回同じ質問ですけど、はい、覚悟がやっぱ違ったってことですか。そうですね、これからこの総合格闘技っていう、その頃シューティングっていう名前なんですよ。あ、その頃、その頃はよくシューティングって僕もなんか分かんないけど、はい、その言葉聞いたなって思ってたんですよ、そのシューティングがそれなんですか。そうなんです、これがそうなんです。佐山聡さんのやつが他にはもうない。ないです、あ、世界中どこ探してもないです。そのシューティングってのはじゃあ固有名詞なんですか。固有名詞です。なるほど、はい、唯一無二のジャンルの名前じゃなくて、ええ、あ、そうなんですか。そうなんです。でシューティングで最初はもう7人7人、はい、あとは練習生みたいな感じ。そうですね、で試合が始まっていくんですか。はい、あのその7人、うん、なんで7人かっていうと、佐山さんが認めた人って、うん、シューターっていう称号をくれるんです、うん、ただ何別に賞状くれるわけでも何でもないですよ、うん、なあの試合の勝ち負けとか、うん、練習態度とか見てて、うん、言ってくれるんですよ、お前シューターねって。うーん、それが、うん、僕が7番目だったんですよ。へー、僕の後も何人かしかいないです。それはもう、あれですね、クラスで言うと一番上のクラスですね。そうですよね、はい、ちょっと話が戻るんですけど、はい、そのってことは佐山聡さんって、まあ、当たり前ですけどめちゃめちゃ強いわけじゃないですか。そうですね、じゃないですか、はい、でその佐山聡さんと新日の皆さんもこう張ってるわけじゃないですか、はい、でやっぱだから同じぐらいめちゃめちゃ強い。強いと思います。ってことですよね、僕最初にどこの道場行こうかなと思った時に、はい、日本一強いところに行けば、はい、強くなるかなと思ったんですよ、はい、うん、はい、うーん、あ、でそこがそうですよね。だドラムも一緒ですよ、うん、あの上手い人のところに行けばドラム上手くなるかなと思ったから牟田さんなんですよ。あ、そうですか。そうですよ。ありがとうございます。ここでちょっと声を大にして言いますけど、はい、僕そういえばドラム叩いてましたね。そうなんです、僕の紹介ならもう今日行かなくていい。そうですか、あ、やっぱね、僕今あの当時ね召集力とか、はい、藤浪辰巳とか、猪木とか、はい、うわーと思って見てたんで、もうすごいんですね、皆さんね。皆さんそうですね、なるほど。まあいいですよ、何、そうなんですよ。その後どうなっていくんですか。
シューティングはその後、はい、最初階級制だったんです、はい、あの体重別で、はい、で僕が74キロから82キロクラスだったんですけど、はいはい、その頃選手がやっぱり少ないので、うん、相手がいない、相手がいないんです。確かに。だから一階級2人か多くて3人しかいないんで、うん、それしかいないんですか。いないんです。だから試合が年1回ありますか、うん、みたいな感じで、うん、他のルールが違うから他の団体と試合できないってことですよね。あの佐山さんの考えで、うん、一切あのなんていうんですか、その取材させないんです。一人前じゃないんで。え、プロといっても、うん、だから雑誌社の人とか、うん、あの媒体の関係者とか一切入れなかったです、佐山さんが、うん、はいはい、あの人の考えで、俺が認めるまで、うん、あの外出るなっていう考えなんで、うん、それはその7人に対して、対して、はい、試合出てる人に対して、はい、あ、だからその頃はもうプロっていう名前ですけども、うん、なんだかよく分からなかったです。じゃあ自分たち同士の試合があるってことですか。そうです、そうです、ただ僕ら選手としてはこの競技を後世に残すっていうだけの感じですね、うん、まあ、あの選手たちの話で俺たちモルモットだからなって言って、だから要はその時 のいろんなあれが今の総格闘技だ。そうです、そうです、大元だ、はい、ってことですよね。そういうことですね、はい、その頃も UWF とか違うんですか。もうあのそっちの系統の方はそっちの系統の方で、あの何時格闘技をやってましたね。ああ、そうなんですか、はい、総合総合とはな感じで、ええ、でそっからパンクラスに行くんですよね。そうなんです。僕シューティングの方で、うん、4年間お世話になって、うん、でもう選手がいないんですね、うん、戦う人が、うん、で最後にこの国際試合をやるって話になって、でも相手いないじゃないですか国際の、はい、はい、でその時に、うん、あの昔からいたあの中村頼長さんっていう僕らのずっと初代の先輩なんですけども、はい、があのロサンゼルスでブルース・リーの、はい、後継者としてのあのインストラクターっていう仕事をしてて、はい、G 運動の、はい、でそこに来てる、うん、その強い選手2人いるんですけども、うん、あのこの2人と戦わせようって言って、うん、日本人と、はい、で僕の一つ上の先輩がセミファイナルで、うん、その外国人とやって、はい、で初の世界初の対外試合なんですよ。ほう、世界初の、はい、で僕の相手があのやっぱりアメリカ人の方で、はい、チャド・スタヘルスキーって言うんですけど、はい、今映画監督で、あのジョン・ウィックっていうのを撮ってます。あ、そうなんですか、はい、キアヌ・リーブスと一緒に。すごいですね、だ俺出してくんねえのが多いと思って。本当ですね、本当ですね、それが24の時でしたね。はい、後楽園ホールでやったんですけど。あ、後楽園ホールで、後楽園ホールで、でやって、はい、で僕の先輩が負けちゃったんですよ、はい、でセミファイナル僕なんですよ、はい、でその時に全員選手関係者スタッフ、うん、地下の部屋に集められて、佐、うん、山さんすごいこと言うんですよ、うん、僕アップしてるじゃないですか、はい、僕を指さして、うん、こいつ負けたら今日で終わりな、この格闘技って言ったんですよ。解散って言ったんですよ。マジっすか。すごいプレッシャーですね。僕汗かいてて、と思いましたもん、うん、だから、あ、俺が全部背負ってんだと思って、すごい話ですよね。初の世界初の、世界初の対外国人との試合なんですよ、総合格闘技の。総合格闘技の、プロレスはあったけど、あったけど、まあ、そうですね、プロレスはね、スタンハンセンとかいましたもんね。そうです、そうです。格闘技は初めて、日本じゃなくて世界初って、世界初で、そのプレッシャーをかけられて。そうです、そうです。あとやばい、もう時間ですね。じゃあまた今度その話は、皆さんね、聞きたくないところかもしれませんからね。ちょっと待って、世界
これで山田さんが負けたら、シューティングは佐山さんがこう作り上げてきて4年間あるのに、はい、であの人多分僕知らないですけど、ここまでの話の流れだったら本当に辞めるじゃないですか。辞めます。本当に辞めるんですよ、あの人。ファイナルは誰だったの？ファイナルは日本人対日本人だったんですか？ファイナル僕です。セミファイナル？あ、セミファイナルは僕の先輩で負けちゃって。ああ、ファイナル。ファイナル。僕ファイナルなんです。鳥です。鳥で、はい、俺が負けたら、うん、総合格闘技今日で終わりって言ったんですよ。すごくないですか？みたいなアップしてて、って俺声出しそうだでしたもん、うん、びっくりしちゃって。へえ。すごい話ですよね。すごい話だ。で、勘のいい方だったら大体分かってると思うんですけど、はい、今12月31日必ずテレビでやってるじゃないですか。はい、僕の結果分かりますよね。どうなったか。そうですね。はい、でもね、どういうふうにそっからこうなっていくか。ね、リングにここからまたね、上がったのか。面白いドラマがいっぱいあるんですよ。ね、これ以上、僕ら YouTube 今日初じゃないですか。初じゃないですか。すごい長い動画を上げれるかどうかって、我々知らない。知らないから。どこまで上げられんだみたいな、なんならくっつけ方も知らないですからね。そうですよ。ですよね、じゃんけんして題名決めたんで。そうですよ。一旦この辺で お開きにして、いいところで終わっときますか。スタジオももう閉店なんで、はい、聞きたくない人もいるかもしれませんからね。いやいやいやね、これどのぐらいの頻度でアップしますか。週1ぐらいでいいんじゃないですか。そうですね、週1、はい、じゃあ週1でアップできなかったら終わりです。終わりです。しかも、あの、何の質問も来なかったら、終わり、即終了です。そうですね、はい、何の悩みもなかったら、あ、俺たちいらねえんだ、保健室の先生がいないようなもんです。そうですね、怪我できしなくていいんだ。本当ですね、はい、じゃあ、週1で、週1で、週1でアップって割とそんなに難しくない。そんな難しくないと思います。いい大人が、週1でアップできなかったらやめましょう。じゃあ、その時はどっちかが何かしらしたと思えば。そうですよね、はい、もしくはおはがきが、おはがきが全く全く来なかった。全然何の、興味も引かなかった。メールが来なかったっていうね、誰の声、心も打たなかったっていう。そうですね、はい、どうやって我々にメールをくれるんですかね。そこですね。もう電子ボトってやってないのかな。やってるかもしれないですよ。ハトの足にね。だからね、それも山田さんが三茶のね、あの調べたように。あ、そうですよ、探ってって、探って、はい、何が何でも我々に、うん、あの近づいて。あ、でもなんかよく YouTube 見てると、はい、概要欄にありますって言うんですか。あります、ね、なんですか概要欄って。なんですかね、なんでしょうね。あの、いやらしいページ見てると概要欄から入ってきてねっていうのありますよね。あるんですか。俺その概要欄がよくわかんないんですよね。入れなくてよかったんじゃない。入ったら大変なことだってか。そうです。だから僕そういういやらしいのは全く興味ないんで。だから概要どうでもいいなみたいな。概要ね、概要、概要欄に調べます、調べましょうよ。調べましょう。 YouTube の作り方、作り方で、そこにメールワード載せればいいんですかね。そうですね、きっと。そうですね、はい、しかもコメント、コメント、コメント受け付けるとかわかんないですね。なんかでも YouTube とか見てるとなんか書いてあったりしますよ。なんか、そうですか、うん、これどうだったみたいな。ああ、そうですよね、はい、じゃ あの連絡先をね、我々 じゃあのスマホの携帯番号載せとくんで電話ください。あのあれじゃないですか、はい、あの Facebook から入ってきてもらえればいいんじゃないですか。そうですね、はい、じゃあ Facebook のあれ書いてきましょうか、ね、我々の、はい、ここだよってね。ここだよ、はい、そしたら質問しやすいですもんね。そうですね、しかもちゃんと誰か分かりますし。そうですよ、相手も、はいはい、ただ名前は言いません。こういう、来た、来れた方のね、こういうのが今日来ましたよ、はい、はい、そうしましょう、はい、分かりました、はい、じゃあもう今日はこの辺で終わりましょう。お別れですね、はい、ではまた次回お楽しみにされてください。あ、チャンネル登録とかよく言ってる。あ、チャンネル登録しないでちょうだい。間違っても話は聞くな、聞くな、さよなら。
こんな感じですかね。いいんじゃないですかね。いいんですかね。いいんじゃないですかね。あとじゃあどうやってアップするかですね。アップするかですね。編集するか。はい。みんなでも結構短いですよ。アップ。江頭さんのやつとかも10分ぐらいですもん。これだってもう30分以上いってますよ。ね、できるんですかそんなに。切っちゃっていいんじゃないですかね。終わって。ああ。でも、やってみましょう。やってみましょう。はい。